皆さんこんにちは、久保田です。本日は三沢市の2022年の基地関係の要望内容について情報を発信させていただきたいと思います。令和4年の7月の25日と26日に防衛省、総務省、そして県選出国会議員に対しまして要望活動を行ってきました。要望の中身なんですけれども、次の7つの項目となります。で、本動画ではですね、1番のみについて取り上げていきたいと思っております。1番、おかみさわ5、6丁目地区の早期移転についてですが、基地周辺ではですね、1種、2種、3種と指定区域が設定されておりまして、区域によって補償の考え方が変わってきます。この移転は第2種区域を対象とした対策でありまして、第2種区域外に移転を希望される方々に対して補償を行うものです。それで今、おかみさわ5、6丁目地区がどういう状態かと言いますと、町内の一部のみしかですね、第二種区域として指定をされていない状況です。ただ一方で、町内の中で第二種区域と同等の騒音値が測定されております。そのことから、おかみさわ5、6丁目地区全体を第二種区域としてしっかりと認めてもらう必要があると考えております。国の方では令和3年8月から令和4年7月までの1年間騒音測定を行いましたので、今後データを分析して何らかの方向性が示されるものと考えております。このことについて要望活動の中でですね、今後の具体的なスケジュールについて質問したんですけれども、明確な回答が得られませんでしたので、新しい情報が入り次第皆さんに情報を共有させていただきたいと思います。本日は以上となります。動画を最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。ぜひ別の動画もご覧いただければと思います。それでは失礼いたします。